エスパルトラムの裏とですよ。シャークロとハン君。はい、はい、この度ちょっと僕からご報告がありまして、はい、この動画を撮らせていただいております。はい、私ハン君、ウーマ所属が決まりました。サムネホイホイやね。ねえ、サムネとタイトルホイホイすぎ。まあサムネとかタイトル見てもらったら分かると思うんだけど、卒業って書いてあると思うんだけど、うん、何がってなってるでしょ皆さん。それは僕から説明しましょうか。お願いしていいですか。はいはい。エスポを初期から見てる人はなるほどってなってると思うんやけど、ハン君がね1年前にこのエスポにやってきたんですよ。動画見返してもらったら分かると思うんやけど、ハン君は最初お手伝いとしてエスポRに入っておりました、うん、はいはい、そうなんです。実はカメラマンだったりサムの編集だったり企画に時たま出たりみたいな感じで加入したんですよ最初。そういう予定でね。うん、でいずれはハン君をエスポのメンバーに正式加入させようと思ってて、うん、まあ、最初はお手伝いさんからスタートするっていう形で、簡単に言ったら育成期間みたいな、うん、ああそうやね、感じでした。はいはいはい、はい、まあ僕はハン君とね 5,6 年の付き合いなんで、まあサボり癖があるんですよ、ハン君は。そうなんですよ。そういうサボり癖が出なくなって、編集もちゃんとできるようになって、企画会議もちゃんとできるようになってから、正式にウームに加入するという方針で、僕ら動いてたんで、マネージャーさんとかにも、ハン君は1年間ちょっと様子見て、1年後にウームに加入するか加入しないかは決めたいと思います、みたいな感じでマネージャーさんにも話してたんで、まあこの1年、編集とかもいろいろ覚えて、やっと、ウームに正式に加入することになりましたと。で、何が卒業かというと、お手伝いさんが卒業っていう形になったわけですよ。たまにコメント欄で今でも、ハン君お手伝いさんじゃないみたいなコメントがちらほらあるんで、うん、ここら辺で言っといた方がいいんじゃないかと思って。うん、やっと1年ぶりに YouTuber としてやっと名を張れるね。もういいんでしょ、 Twitter とかあのインスタにウーム所属って書いて。いやいやいや、お前6月からエスポワールトライブの正式メンバーみたいに勝手に書いてて。早かったよね、ほんまに。そうそうそう。あ、最初はね、Twitter とかもうエスポワールトライブお手伝いさんやったんだけど、うん、これいつ消そうと思って。2ヶ月経つし、一応消しとこうと思って。僕らの中でも、まあ、去年の6、7月からは別にお手伝いさんみたいな感覚じゃなくて、まあ、メンバーみたいな感覚でしたから、はい、ありがとうございます。まあ、僕らからしたら普通なんですけど、まあ、ウーム所属というね、うん、節目のところで発表をね、はいはい、させていただきました。これからもよろしくお願いします、皆さん。どうかよろしくお願いします。おめでとう。途中からチャンネル登録してくれた方たちはね、うん、何言ってんねんって多分思ってる。ということで皆さん、これから何にも変わることはないんですけど、だからこのタイトルは別に詐欺ってはない。事実やから。事実。お手伝いさんは卒業。これからも何ら変わりない僕とエスポワールをよろしくお願いします。お願いします。だからコメントにも、あれハン君お手伝いさんじゃないのみたいなのは書かないでくださいね。うん、おめでとうございます。おめでとう。で、はい、もう一つご報告があります。そうなんですよね。はい、うん、じゃあ読んでいい。おいババとジジイ。はい、はいはい、ということで、はい、お二方に登場していただきましたと。化け物とおばはん。おばはん、おばはんなんだ俺。でまあ皆さん何回かねエスポのチャンネルでも見てると思いますけど、まあ休憩所にはね結構レギュラーで出てるんですけど、まあ、休憩所というのはサブチャンネルね登録よろしくお願いします。お願いします。で、もう一つの発表っていうのが、まあ、僕らエスポワールトライブ毎日投稿してて、スケジュールもね、ありがたいことに結構ハードなスケジュールになってきたりしてて、はい、編集とかがね、追いつかない日があるんです。で、そういう時に編集の方をね、サポートしてもらってたり、旅行企画とかは、まあ、カメラマンに回ってもらってたり、時に進行に回ってもらってたり、この二人にはしてもらってて、この度、正式にお手伝いさんとして、エスポワールチームにこの二人をお招き入れたいと思います。イエーイ！ありがとうございます。最初はな、いらんとか来るけど、うん、バカどもだからな、うん、気にせんでいいわ。これ、ツイッターでお手伝いさんって書いていいねんな。別にいいけど。いいけど。うん、でもお前2ヶ月後に消すのなしやねん。なしやねん。なしやねん。やっぱりグループでやっていく上でね、裏方さんとかも結構重要だと思うんです。そう、ほんまに何回も助けられてるから、うん、この2人なかったらもう撮影できなかったこともあっただろうし、うん、間違いない。旅行企画とかもね、うん、運転手の方に回ってくれたり、まあ4人で企画したいときは、コウに司会に回ってもらってたりしてたんで、タ、うん、ン君がね、ウーム所属という節目で、この二人がね、正式にエスポのお手伝いとして入ることになりました。ありがとうございます。家違いやね、俺と。家違いやね。
言いたいことなんかないの？そうですね、まあ今までここ数ヶ月間ですかね、まあ編集とか裏方で活動させていただいたんですけども、うん、まあ今後ともまあ正式に発表ということで、これからも S4R 支えていくので、僕の応援というよりも S4R の応援、これからもよろしくお願いします。お願いします。お願いします。ひろとくんが言った通り S4 の方を支えていければいいなと思っているのと、まあ一応編集部担当ということで、そうですね、今回も頑張っていきますので、お願いいたします。マジでね、編集間に合わないとかあるんで。マジで夜中まで遅く撮影して、次の日朝早うに撮影ってなると、そうどうしても編集が間に合わないんですよね、これが。僕ばっか喋っててもあれなんで、はい、宇田先輩と島袋はどうすか、うん、はい、じゃあ僕ですか、うん、あのね、僕ね、編集がね、僕大嫌いなんで、あと編集があんま上手くないんで、そういう面でもちょっと二人にも手伝ってもらうんで、すごいありがたいんですよね。はい、そんなですあと僕一つめっちゃ言いたかったんですよ、皆さんに。コメント欄で最近島袋の編集多くねってよう言われるんですけど、僕の編集って最初の自己紹介の名前ケイスケだけケイケになってるじゃないですか、うん、あれ実はヒロトもやってて、ここ最近ずっとヒロトなんですよ。そうなんですよ。だからそれをちょっと皆さんにちょっと伝えたいなと思って、ね、またそれも思いながらまたちょっと見返していただけたらなと思います。ぜひご覧ください。はい、だからさ、シルクさんとかさ、カンタさん、ほんまにすごいと思う。いや、すごいね、体の構造をな、 MRI 撮りたい。ほんまに尊敬する、うん、だんだん企画もね、面白くなっていくと思うんで、これからのエスポアルもどっかお楽しみにしてください。お願いします。メインはね、別に4人で撮りますから、うん、全然変わらないですからね。だからたまにこういう大人数で企画やりたい時とかは出てもらうこともあるし、主体は4人でやっていくんで、はい、そこは気にせず、はい、ご覧ください。カン君が UUUM に正式に加入した、エスポアルチームにお手伝いさん2人、コウとヒロトが加入するという発表でございました。サムネタイトル方表すいませんでした。すいません。ちなみにハン君が考えました